ありがとうございます続いて真奈人さんお願いしますはい真奈人ですお集まりいただきありがとうございますだ、いいんですよいいんですよ順番じゃなくていいんですよ行く行っとせーので行とくせーので行くせーのそうですね、僕ちょっと待っみんなびっくりしたそうですね、始まりそうですね、始まりはまあ一回置いといてお前、薄すぎるぞお前嬉しかった、嬉しかったですな嬉しかったでもびっくりしたよねびっくりしたね。 なんかその自分自身でもこうアーティストのドキュメンタリーだったりとか映画とかのいろんなコンテンツで見たりしますけども逆になんか自分がその立場になるって全然やっね b ファーストが映画になるっていうのがすごいよねメッセージのだからアコースティックバージョンはだからそのギター最初もらって、まあ、改めて改めてじゃないわっていうかあのあのトラック、まあ、ギターもらって。 自分たちでまたその歌を入れ直すってなったときに結構、本曲のメッセージの方と歌い方を変えてるとこが結構あって僕とかはあの本原曲って言ってるのかその原曲の方だったらあのサビのとことかは結構、地声で言ってるところもちょっとギターだと目立,つ目立ちすぎかなって思っちゃったから。あの ファルセットで歌ったりとかっていうところの句だったり語尾の長さとかだったりなんかすごいもう僕は結構そんなテイク数かけてなかったんですけど結構その場のフィーリングで本当もらったギターの音で感じたまま歌わせてもらったっていう感じなんですけどもそうですねメッセージはでも他の人も結構聞いてて歌結構変えてたりとか。 ラップのなんかテイストとかも変えたりとかだから本曲との違いもなんかすごい感じながらでもやっぱ映画に沿ってるような、えっと、メッセージ、まあ、それこそメッセージ性が込められているメッセージをぜひ楽し,めて楽しんでいただけたらなっていうふうにではスチールさんそちらにいらっしゃいますのでオフィシャルスチールに目線をください。 皆さん、ステージから見て右の方のカメラ、はい、ちょっとくださいいすみませんしっかり撮っていただいてますがムビさん、もうちょっとください、もうちょっと欲しいです。